審判の時だ。はい、モコと申します。明日ですね、ちょっと福島会津若松にて病院のフリーマーケットでトークショーをするっていう謎の仕事が入ってるんですけども、まあ、せっかくちょっと福島の郷土料理、郷土料理なんか食いたいなと思うんで、今回させてもらったのがですね、この鶴田さんですね。はい、なんか芸能人の方もたくさん来られたらしくて、めちゃくちゃ美味しいらしいので、まあ、馬刺しがすごい有名らしいので、もう早速たらふぐ食べて、まあ、明日への英気を養っていこうかなと思っております。さあ、モコの福島編始まるで。いい馬刺しって変な癖ないよ。完璧に胃袋をつかまれたわ。食べたい、食べたい、これ刺し、じゃこれ俺のファンこんなにいるんだね。うめの1枚。あ、リーチ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 、白リーチ、リーチ、リーチ、こんにちは。ここか。すいません、すごっ。よろしくお願いします。もう独壇場じゃないですか。俺のちょっと本気で来てもらうと困るな。はい、ということでね、唐突に、来ましたけれども、今ちょっと馬肉のこの鍋のコースみたいなのちょっと行きましたけれども、一体どんな料理が来るのかと。はい、ちょっと早速お通しちょっと一口いただいていきましょうかね。まずこの味噌漬けみたいなやつ、こう気になる。わかる。すごい味噌がめっちゃ効いてる。あ、うまい、うまい。味噌サラダで、これはさつまいものおひたしか。めちゃくちゃ甘い。これめっちゃうまいわ。物が違う、これは。うん、これが年のレベルだとすれば、ちょっと本編の方がちょっとめちゃくちゃ期待高まってきましたね。ということで、馬刺し来ました。高級焼肉みたいな感じで、こう各部位の説明とか書いてあって、レバー、指ね、これ食道の部分って言ってましたね。ちょっと早速食っていきましょうか。じゃあこれからいこうか。この赤い、これタンですね。で、馬刺しだね。これ醤油に辛味噌みたいなのをこう垂らして食うスタイルらしいです。じゃあ状態いただきます。歯応えがある。うん、脊髄、脊髄ってこの辺、脊髄反応とかいう、あ、ちょっと箸から逃げていく。これもいただきます。あ、じゃあ辛味噌うまいわ。脊髄はなんかホルモンみたいな、とろって溶けていく感じで、これはもつ、これもつ部分。いや、これもつとか絶対うまいやろ。もつ美味しい。食堂の部分ですね。あ、もうイメージ通りの食感。コリコリしてる。めっちゃコリコリしてる。レバー、レバーって結構噛み切れないイメージがあるんだけど、馬のレバーってどんな感じなの？あ、これ一番うまい。全然違います。うん、全然こう臭み全くない。何これ？レバーやばいっすよ。これがいわゆる赤身。まあハラミみたいな。めっちゃ分厚いで、これめっちゃ分厚いです。いただきます。めちゃめちゃ柔らかい。いい馬刺しって変な癖ないんや。これちょっとこれ勇気いるな。これ睾丸っすよ。これ睾丸って皮のじゃなくて、もうた玉そのものさ。これどんな味すんねん。これいただきます。牛タンっぽい。うん、かん、え、これコーンめっちゃうまいわ。意外なうまさ。どれ一番うまかったっすか？俺ダントツレバーでしたね、これ、うん、ダントツレバーやったわ。それがたたき、これたたきですね。これパスをいただいてもいいですかね。うん、うまいな。これ本当に裏からの刺身みたいな感じかと思えばね、こっち肉としてのね、一面も見さしつつ、美味しいですね。うん、全部が馬なかった。うん、あ、え、シンプルに味噌汁がうまい。で、このもつも
あ、これめっちゃうまいわ。七味の辛みがいいアクセントに、ね、なってますね。うまいです、はい、じゃあ来ました。これなめろう、馬のなめろうとしぐれ煮、しぐれ煮からいこう。これも肉なんか、え、なんか食感、うん、なんか皮をめっちゃ焦がして、でなんかこう煮付けにした感じ、しぐれ煮。あ、しぐれ煮うまいよ。このなめろうもいただきましょうか。2はこのしそごといくんですよ、これって。うん、かなり味がさっぱりしてる、こうしつこくないというか。なめろうってめっちゃしょっぱいイメージだったんですけどね、うん、このなめろうは何も食えば、うん、こちらは郷土料理で田楽ね、はい、田楽、はい、厚揚げの田楽で、うん、豆腐揚げたやつ、これもなんか馬のそぼろみたいなついてるし、あっこ、あ、すごいな、こんな味すんねや。これもサクサク、マジでしょっぱいんですけど、なんかデザート感もあるというか、うん、質が違う、ほんまよ。はい、ということで、ね、メインディッシュと言うべきですかね、桜鍋。これももちろん馬大間さんのお肉なんですけども、もうしっかりグツグツ煮えていましたね。もうなんか肉が食えるようなんで、早速ね。で、このメレンゲにつけて食うんですけど、これ中に、これメレンゲってことは要は卵の白身をこう泡立てたやつなんですけど、中にしっかりこの黄身が入っててとろろみたいになってるわ、すごいな。馬鍋いただきます。うん、何やかんや一番うまいかもしれない。これ脂がまた甘さを出してますわ。え、なんかうまく食った後かわかんけど、米もすごい甘く感じる。これね、多分こうやってな、豆腐とかをこう上乗っけて、これ絶対美味しいで、これ。うまっ。メレンゲ直でちょっと投入しちゃうかな、卵かけご飯みたいな。メレンゲかけご飯。いや、よくこぼすんですよ、俺なんか飯食ってる時に。完璧に胃袋をつかまれたわ。はい、最後デザートが来ました。なんとお米のアイス、見た感じはバニラアイスで、きな粉みたいな、黒きな粉と黒蜜かかってますね。いただきます。バリうまいねんけど、何これ、想像してた食感じゃないわ。なんかちょっと若干ね、シャーベットっぽい。米の味別にしないんですけど、さっき食った白米がちょっと甘く感じて、もしかするとこっちの米はこういう味なのかもしれない。明日にも活力が蓄えることができました。うまいっす。はい、おはようございます。ということでね、朝になりました。今からイベント会場にね向かいます。ホテルから出たらなんか出待ちされてたんですけど、なんかポケモンカードをもらいました。はい、帰ったら開けましょう。今からイベント頑張ってきます。はい、ということで会津中央病院様のねフリーマーケット来ましたよ。あそこがね、多分僕のしゃべるステージだと思うんですけども、イベントまで時間あるんで、ちょっとこのフリーマーケット全体を見ていろいろ食い散らかしていこうかなと思います。もうなんか思ったよりもお客さんめちゃくちゃいるんで、ちょっとまあ軽いお祭りみたいな感じでちょっと楽しんでいこうかなと思います。ちょっといきなりまずあれ行きます、パン、チョコチップメロンパンで。はい、マジっすか、結構います。なんかすでにもうおい、俺のファンがすでに後ろでなんかギャラリー作ってらしいから、あとでちょっとぶちかましていくわ。あ、すいません、ありがとうございます。めっちゃサクサクな感じする。ありがとう。うわっ、空気わたあめみたい。あ、はじめの福島のファンです。はい、あ、ありがとうございます。あの伝統工芸品の木工さんにそっくりな、はい、ものあるんで、あ、持ってきました。あ、ありがとうございます。
福島の伝統工芸、はい、僕にそっくりらしいですよ。きっとかっこいいんだろうな。え、マジでそっくりやん。健康祈願とかへでも立ち上がるみたいな。あれだ、じゃあちょポケット入れて持っていくね。で今日もね、本当はイベント終わった後に時間があったらね、全員こう対応とかしてあげたかったんですけど。お、こちらはどうですか、今販売されてます？出るよ。あ、本当ですか。冷めて5個。あ、じゃあ5個買います。じゃあ5個買う。いや、買う。で、その後ろの人にあげる全部。おい、ありがとう。じゃあ1個だけもらいます。じゃあありがとうございます。いただきます。じゃあちょっとこれを食べたい人、食べたい人、これさして、じゃあこれ曇り会。こんなにいるんだ、俺のファンこんなにいるんだね。こちら大人気ので激安ミニが1つで、はい、めっちゃ濃厚です。確かになんか塩っぽい。うん、甘い。めっちゃ甘くて美味しい。すげえな、お祭りやなこれ。メダカすくいちょっとやっていいですか俺。こんなん小学生ぶりかもしれん。もう100匹取るわ。100匹取る。やっべ、もう赤い。こういうのはな、こうやって、はい、まず1匹な。こう水の抵抗を理解するペンダンシ。うまいです。ありがとうございます。これ、俺くす、うまいねんけど。ちょっと待って。俺、空にするわ、じゃあこれ。この奥、空にしていいですか。ちょっと待って、めちゃくちゃ取れるやん。え、これ、やべえ。やるじゃん。11匹。すごいですね。ちょっとまた。ありがとうございます。はい。いやめっちゃ楽しいっす。あったかこんにゃく、唐揚げ。めっちゃあるやん、でか。こういうお祭りみたいな。これなんか、なんでおか。どうも、こんにちは。こんにちは。あ、すいません。人に見られながら食うの緊張する。別にこれ、あいつ料理でもなんでもないっていう。いただきます。うん、あ、うん、おいしい。キャベツ たっぷりめっちゃうまい。これで、この鶏皮餃子、餃子や。いただきます。だから普通の餃子の具なんですか。うん、で、周りが鶏、うん、中はしっかり餃子で。よかった。でも会津まで来て、その自分のお客ファンというか、そういう人一人もおらんかったらどうしようかなと思ってたんで、めっちゃ安心してます。うわ、懐かしい。あのくじちょっとやろうかな。ちょっとくじ一回やらせてもらっても、はい、うわ、これでも懐いな。これ昔ようやったわこれ。あれ、手が短くてくじまで手が届かない。取れた、運命の1枚。3番、はい、3等。3等、ここからこっち側ですね。え、普通に俺エアガン欲しいねんけど。子供の頃エアガン買うてお母さんにめっちゃ怒られて、あの返品しに行ったっていう。やっぱポケモンカードでいいですか。これはいいカード入ってる場合と、はい、入ってない場合もある。じゃあちょっと、はい、じゃあこれ、はい、いいです、入ってなくて。よし、ポップ付きで、はい、はい、ありがとうございます。わーす、やった。え、でもすごいポケモンカードがっつりやるやん。やっぱポケモンカードなんやな、今人気なの。ちょっと待ってる間にちょっとさっきのやつ開けたろうかな。意外と入ってるかもしれんで、とんでもないの、とんでもない。ほら、おっ、1位って今カードなってんねや。まあこれ外れですね。しっかり普通、まあしっかり外れっていうね。じゃあちょっとスマートボールいきます。レバーを引っ張って手を離す。いくぞ。なんで揃ったかと景品決まりますか。頑張ってください。なるほど、パチンコみたいでいいわこれ。これダブルでいくわ。赤も来て、あ、玉詰ま残してて、さあ落ちて。これ落ちたやつは分かんねえこれね、多分。あ、リーチ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 、白リーチ、リーチ、リーチ。これラスト一発、もう一発勝負やからね、これ頼む。う
ん、この時点でもうダメだ。この時点で、この時点で外れー。あー、すいません、ありがとうございました。あー、参加賞ありがとうございます。あ、でも地味に嬉しい手が洗えるやつです。今年その祭りらしい祭りに一回も行ってないんでね、なんかちょっとこう人夏遅れのお祭りというか、夏祭りというかね、ちょっとまだ全然見れてないところもあると思ってんけど、ちょっとこの後僕すぐにそのね、病院の方との打ち合わせがあって、イベントの登壇ありますんで、はい、ちょっと行ってこようと思います。結構なんかね、なんか前がその戦隊もののこう催し物やってたんで、ちょっとハードルが上がってるんで、そこをどう崩していくかっていうのを今ずっと考えてるんですけども、今までの中で一番多いんじゃないかって思いますか。これですか、俺が会津若松のこのフリーマーケットの歴史を塗り替えたそうですよ。じゃあもうこれはもう俺が最後決めるしかないでしょ。ここからは母校さんとのゲームバトルの時間となります。皆さん、母校さんというわけですね。あれ、いまいち拍手上がってないけど、ちなみに今日やるのがマリオカートとスマブラらしいんですけど、スマブラは全然自信ないから、どうしよう、なんかスマブラのプロみたいな感じで思われてたらちょっと恥ずかしいかもな。中ポケガイ、ちょイントネーションがこんなところで読み上げられるのクソ恥ずいな。これ多分、しかもあの俺が考えた自己紹介文だわこれ、多分昔ブログに書いたやつや。これもう行くんですか、これ。あ、もう一回行く感じで、はい、どうぞ。こんにちは。どこあ、ここか。真ん中におりました。すごい、よろしくお願いします。モコと申します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかすんごい人ですね、これ。やっぱ。アイスに集結です。うわあ、え、本当に？めちゃめちゃ撮られてますね。めっちゃ撮られ、もう今日の撮影 OK、ね、ということで。あ、もう全然いや、あの、NG です。NG です。めちゃめちゃ撮ってますけど。めちゃめちゃ、いや、あのちゃんと消してもらいます。じゃあ、あの OK です、OK です。よかったですね。お父さんとゲームバトルをしてもらいたいと思いますが、はい、調整しないという方、どうしましょう、こうなります。めっちゃいるわ。めっちゃいますね。じゃあ皆さんの準備をしてもらっているので、その間、はい、あの向こうさんにお話を聞いていきます。はい、わかりました。お願いします。よろしくお願いします。YouTuber、はい、YouTuber として大活躍中ですけど、いやいや、もうとんでもないです。どんなきっかけでなったんですか？きっかけは、まあもうやっぱニコニコ動画っていう、はい、そこでゲーム実況動画を上げてる方が、はい、要は先人の方々がいらっしゃいまして、まあ、その方々に憧れて始めたというところですね。徐々にこの人気に火がついてきたって、はい、実感したのはいつぐらいですか？あ、でもそれこそやっぱ最初の方から結構奇抜なことやってたので。奇抜なことってことどんなことですか？なんか暴言吐いたりとか。ゲーム内で対戦相手とかにこう暴言を吐いて、暴言をしっかり吐いてましたし、その負けそうになったら切断するとかいうことをねやって、こんな人前で喋るような人間じゃなかったんじゃない本当に。まあこうやってネットの人がね、はい、なんかこう偉そうに人前で喋るっていうのに最初はやっぱ抵抗はありました、正直。抵抗ありました。ただやっぱこう、はい、来てくれて、うん、求められるんだったらそこに答えたいっていう、こんなに来てます。そういう葛藤もやっぱありましたし、そうですよ、ちょっとここは本気でちょっと頑張ろうかなと思って、この1週間もうこの日のために仕上げてきたので。よかった、はい、じゃあ後ろの方も準備できたということで、はい、お子さんは何ピーで、はい、俺何ピーです。お子さんはあと今実況していただいて、俺はプレイしないんです。はい、そう俺はゲーム実況をするのね、今からじゃあ最初実況して、はい、人となるほど、あ、そういうことなんですよ。僕さん、そうだ。僕別に e スポーツキャスターじゃないですからね。こう一人ごと喋る。あ、なるほど。そう、今回はじゃあ実況させてもらいます。あ、もういきなり始まる。はいはい。あ、さ、始まっていきました。今回のスマッシュブラザーズはなんと4人対戦で、まず各々がどのキャラを選んで、さあまずピカチュウ来ましたね。さあさらにミスターゲームウォッチ、そしてマルスとヨシ。お、なかなか。いい感じっすね。
いろんなゲームの半径の作品のキャラクターが同じフィールドで戦うっていう、もうすごいゲームで、はい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 、お子さんだからこのキャラクター使いたい、うん、俺だったらしずえさんとかですかね。じゃあ、さあ行きましょう。思います。さあこの4人での熱いマッチを見逃すな。さあ3分間ストックが2つです。さあやっていきましょう。ステージはこれ何や、これ終点なんていうタイプのステージね。さあまずはお互いパーセンテージが20、ちょっとざっと周りを食らって、さあ依然としてゲームウォッチが 0%。 さあよしも溜まっていく。これね、溜まれば溜まるほどこのバーストしてしまうんでね、下の数字が溜まっていくと吹っ飛びやすくなって、画面に吹っ飛ばされたら下のこの2つあるこのちっちゃいやつが1個消えるんです。これが0になったら負けなのでね。はい、だからこれピカチュウちょっとピンチですね。ピカチュウは今もう 95% ちょっと危ないです。さあよし、おっとまずドクターマリオが一発ぶっ飛ばされた。これでもう後がないぞ。さあピカチュウも 120%、 ヨッシーが 93% で、ただ真ん中でおっとちょっといい感じにヘイトをぶつさせてますね。さあおっとここでピカチュウがぶっ飛ばされる。さあゼロパー、おっとこれゲームウォッチもなんか 86% から吹っ飛ばされたけど意外とよし粘ってる。さあおっと吹っ飛ばされました。最初に倒されたのはまさかのゲームウォッチ。さあ残り3名、これも誰がもうワンパンスマッシュ食らったらもうほぼ一角の状況ですけれども、さあここは残りなんともう3分間が、これサドンデスです。サドンデス、サドンデス、これ300%から一発です、ね、おっと一発で決め切りましたのはなんとピカチュウの勝利です。いやどういうことなんですかこれ。これはですね、最後もう時間切れになって2人残ってたので、はい、もう勝負を決めるためにもう延長戦で、はい、もう最初からもう一発で吹っ飛ぶ状態から始まるっていう、あの勝ち残りました。ココさんの実況もすごかったっすね。本当ですか。面白かったっすわ。空いてましたよ。いやスマブラ全あの結構無茶ぶりですよこれ。僕普段スマブラやらないですからねこれ。何喋っていいか分からんし、キャラも分からんし。楽しくしてくれたんで、ね、うん。あとこれをあと3回ぐらいやる感じ。あと2回。あと2回ですか。あ、2回。あと2回。実況じゃあ頑張ります。はい。さあ始まりました。おっとこれなんと。あれですね、あ、カービィ、星のカービィシリーズのカービィとデレダイオ、そしてストリートファイターのこのか、え、カズヤ、カズヤとケン。さあデレダイオが、デレダイオ、さあここは復帰が、あっとうまくいかない。さあデレダイオがまず最初に姿を消しました。これもうワンパンチで、ワンスマッシュで、おっとしかし昇竜拳も、え、ケンが昇竜拳でカズヤを倒しました。これどっちが勝ってもおかしくないですよ。さドリル足、あっとこれガードが、うわ今のはかなりテクニックが出ましたね。相手のスマッシュをそうかわしてからのカウンターショットということでカズヤの勝利になりました。解説つきながら見てると楽しいですね。めっちゃ面白いですね。3回戦になりますね。まずキャラクターみんなやっぱこうかなかなか被らないのがすごいですよね。本当一人一人、あ、いいっすね。これフォックスのこのファイヤーってやつは64の頃からあるやつやんな。これななんかもう昔からいるキャラはちゃんと技とかセリフも昔のまんまなんですよ、はい、それがこの何ていうか古参勢も喜ぶというかそういうのを意識されて作ってるんですよね。これ結構キックした戦いですねこれ。そうです。あ、今バイブパーセンテージがこれ平行やな。さあここもう一気に間髪入れずに畳みかけて、わあすごい、なんと 140% からガロンドル逆転勝利。モニターがえらい高いですねこれ。高いですね。いいっすねこれ、うん、さっきの宣言通りしずえさん行こうかどうか、お子さんが何を選ばれるのかな。で僕はファルコン使います。全然しずえさんじゃない。全然しずえさんじゃない。え、これ俺ガチちゃっていいんすかこれ。ええ、ガチっちゃってください。ガチいいっすか。じゃあ俺全員ぶっ飛ばしますね、はい、これマジでもう全員ぶっ飛ばすからねマジで。言われてますよ。さあ行くぞ。頑張ってください。さあちょっと全員ぶっ飛ばすって言った割にはなんか全然何もしてないような気がするんですけど。なんか僕さんの動きだけちょっと気になりますね。なんかね
いやいやいや、なんですか、なんか、おしよ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 し、ここ曲的クッパの方も今みんな、おいみんなどうした、大丈夫かお前ら、あと1機しかないぞ、どうすんねん。ボコさん死んだ。何が起きた。さあお前らちゃんと真面目にやれよ、ちゃんと戦え、ちゃんと潰し合え、お前らさあボコさん何やってる。なんかキックが逆にいく全部。よし、オッケー、ちょピカチュウ削ってそいつ、頑張れ頑張って。やばい、さあ今度はボコさんとカズヤの一騎打ち、やばいやばい、よしよし、うらっ、あ、助けてみんな、助けて助けて、逆すまんはい、引き分け、いやー、いや引き分け引き分け、これはあ、これはえ、なんか、こんな正直みたいなことちゃんとちゃんとしてくださいよ、ねえ、ちゃんと準備しといてください、なんかバグりましたよゲームが、ねえ、これは農家でしょ、これ農家農家農家、終了という形でよろしいでしょうか。まあ終了ですかね、まとめしまいましたね、はい、パワーで押し切った形で、うん、はい、いやいやいや強かった、うん、続いてもですね、実はあ、その病院スタッフと、あ、そう、スタッフと、ありがとうございます、させていただきたいということで、はい、え、俺じゃあ俺ちゃんとちゃんとやるわ、あ、ちょっと色変えちゃった、まあいいか、お、あ、月光がや、さあ、私の知ってるキャラ一人もいないですけどこれ打っときゃいいんだよな、ホームヒカは、ほれやばい、やべえ、あの何も仕掛けてないような気がするしね、今そこでね、キャラの変え方が分かんねえや、ね、これ、ね、ね、これ光にどうやって変えんのこれ、ちょっとでもやられちゃってますね、あぶね、やべ、あの、なんか知らんけど、え、あれ、あ、やばい、やばいっすね、やばいっすね、ポコさんやばいっす、あのポコさんやばいっす、さっきからね、ずっと一人で戦ってるんですよこれ、ほんま二人でやるのに、あ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 れ、あ、負けちゃった、あ、負けちゃいました、あと、あ、月光が足、え、うわすごい、ました、えあー、でもゲームキューブ時代から、ゲームキューブ時代からの彼が優勝です。ちょっと手応えなくてすいませんでした、マジで一番最初に負けちゃって、すいません、マジで、マジで、はい、なんかちょっとつまらん試合で申し訳ない。本当はもう小村ちゃんと光ちゃんをこう入れ替えたりして戦うんですけど、そういうことできるんですか。そう、あの、なんかその入れ替えボタンどこを押すんか分からなくて、なんか分からん分からんって言いながら戦ってますね、ずっと小村ちゃんの方だけでやってて、ここから小村さんもやっていただく、はい、形でマリカーをマリカメインスタッフと戦っていただきます、また実況をお願いしたいと思います。マリオカートはね、マリオカートは任してください。なんかでも僕やっぱ思うんですよ、はい、どんな相手だろうが手を抜くのはやっちゃいけないっていう、やっぱ本気で来てるから相手は、はい、こっちも本気で答えないと失礼なんで、はい、お、みんなガチやなちょっと結構みんなマリカ知ってるじゃあこれキノコカップですか。はい、キノコカップでいきます、はい、OK です、はい、ゴリゴリに実況もしていきますわ。あ、 ありがたいですね。さあマリカスタジアム、じゃあ僕普段 YouTube でやってる感じでいきますもん、本当にもう、はい、正解してます。 YouTube だとここら辺は無言で、こっからすさまじい進行しました今回ですね。もうしっかりもうこれもう今4画面なんでね、もうがっつりもういきます。さあまずスタジアムを決めしくって、さあさあまずはさあここをがっつり今ドリフトかましていく、でアイテムガシコイ取って、でこれあいいですね、これこれもうしっかりね、これあジャンズで決めていくんで、でこれ一気に前方でこれ打って、はい、オッケー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 、はい、インドリかます、はい、余裕で、あと2周ね、これ、おい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 、もう独壇場じゃないですか俺の、ちょっと本気来てもらうの困るな、ちょ、皆さん会津病院の皆さん、あのそれ本気ですかね、えそんなもんじゃないですよね。さあゴールしちゃおっかな、じゃあ、はい、俺の勝ち。あ、でもピーチ結構ギリやったんや、え、これピーチの方めちゃくちゃうまいな、圧勝でしたね。あ、でもね結構ピーチの方がギリギリまでこう詰め寄ってきてたんで、そうだったんですね、実は次のレース油断できないっていう、
さあ2戦目のレースねやっていきましょう。さあここからもう一気にね、もう僕1位なんでね、もうこのままもう一気にスタートし決めてかわしていくんで、よしよしよし、これ、まあ、メダル、はい、これメダル回収、このあのね、左下のメダル注目して、これメダル枚数、このメダル枚数がこれマックス10枚なんですけども、これ多ければ多いほど、今3枚で4枚か、じゃあやりましょう、これ多ければ多いほどこれあの加速するんですよマシンが、なのでここの枚数大事です非常に。やばい、青子が来た、これが受けられないですよ。足も3度来た、なんかまずいな。ただまだ俺が1位か、ボムへ、あいなんとか逃げ切りました。もう見事でしたね。はい、ありがとうございます。このマリオカートという、ね、ゲーム、これもう出たのがもうスイッチ初期の6年前とかなんですけど、いまだに売り上げトップなんですよ、スイッチの外で。もうずっと売れ続けてるから新作が出ない、新作が出ないからマリカー実況のネタがどんどんなくなっていって、みんな苦しいって言ってます。はい、やばい、何それ、今何に食われた、あ、やばい、抜かれた、逃げ切りたい、加速、加速くんな、頼む、初動画くんな、逃げ切れ、よし、3連続1位と一瞬抜いたんですよ、ちょっと危なかった。じゃあラスト、ちょっと俺これここまで来たら俺全部トップ取りたいな。さあファイナルレース、これは初動でキノコ取れたら初動ができるけど、まあそれ狙うのもいいか。さあがっつりまずスタートして決める、取られた、マジか、インドリして、これちょっと青コーラ打たれたくねえな、やばい、どうする、食らった、これあの決めます、これちょっとか、よいしょ、ジャンプアクションがね、なかなかちょっと入らへんやつな今日。いやこれ青ゴーラか、やべえ、あこれ食らうか、もうごめん、何今打っちゃったやん、いや青ゴーラも来てる、いやそれは鬼畜、ちょっと外側諦めるか、これなんとか1位で最終周回で、最終レースここ真ん中開くんで、真ん中で一気にグラインドしていく、ジャンプアクションアクション、ちょっと早めやな、おい決めるぞみんな、ここの初動画俺は、あ抜かれた、どけ、よっしゃ、危ねえ、よし、はい、これがマリカー実況者の意地よ、オール1位でしたね、オール1位決めました、素晴らしい、ありがとうございました、もう楽しかったです、ありがとうございました、ありがとうございました、いい試合でしたね、めっちゃいい試合だった。お母さん、あのこれが最後ってさっき言ったんですけど、はい、コロコロ変わってごめんなさい、はい、泣きの1回ということで、はい、はい、一般の方を、はい、3人選ばせていただいて、はい、なるほど、泣きの1回、意気込みだけ伺っていきたいと思います、はい、意気込みと年齢と彼氏いるかどうか聞きますよね、はい、それ大丈夫ですか、あ、1レースのみなんだ、なるほど、お願いします。じゃあ静江さんもう1回使っちゃおっかな、あ、ヨシサーキットで行こう、ここのじゃあ1試合限定で、やっぱね、この相手が誰だろうと、女性だろうと、子供だろうと、初心者だろうと、まあ完膚なきまでにやるのがね、やっぱゲーム実況者の鏡なんでね、そういう姿を俺は見せていきたい。さあ行きましょう。さあまずはこのインドリでアイテムが取れないけど、ここでかまして、おいおいおい、そんなんじゃ俺ぶち抜いちまうぜ、アイチ後ろに爆弾で、メダル回収からバナナ、はい完璧、皆さんちょっともういいんですか、終わっちゃいますよ、え止まって、止まる、あなるほど、何何ちょ聞こえないね、止まって、じゃあ分かんない、3秒で止まっとる、いいよ、じゃあ止まってあげる、止まってあげる、はい、うぃー止まってあげたのにな
いや、こういうもんですからね。いくら黄色い声で止まってって言われてもね、やっぱ本気で行かなきゃ。最後に、ね、はい、皆さん出ていただいて記念撮影を、はい、女性だらけの記念撮影させていただきます。いいっすね、ハーレムでいいな。はい、いやもう本当にもうすごい嬉しかったです、今日こんなもう見に来てもらっても、ちょっとやっぱ不安だったんですよね、こう来るまで一人もおらんのちゃうかみたいな、僕のファンの人がこんなに大勢来てもらっても、これはいい土産話ができました。まあ普段はこうやっぱインターネットで活動してこう生配信とかでもやっぱ文字なんですよ皆さん、結局コメントなんで、ただこう実物というかね、こう生身の人間の人がやっぱ見てくれてたんやなっていうのを今日すごい実感できてですね、もう本当にみんなからのこの愛情というかそういったものをたくさん感じることができましたし、あとこの会津のこのフリーマーケットもさっきちょっとブラッと回ったんですけども、ご飯とか美味しくてこうメダカすくいとかやったりしてね、催し物もたくさんあって、で今日このすごいこのねステージも広々っていうかこんな場で用意してもらったりしても、感謝しかないですわね、これもう本当に。本当に楽しい時間を過ごせた。いや、とんでもない、こちらこそありがとうございました、本当に。ぜひスペシャルゲスト、ゲームの実況系 YouTuber、ボコーさんでした。いや、マジで本当にありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。ボコーさんでした。ありがとうございます。ということでね、やっと無事、あっという間のイベント終わりましたけども。なんでもちょっと本当に嬉しい、感謝ですね、むしろ自分の方がね、この呼んでいただいてたくさんのねこう視聴者の方、ね、来てもらって、もしかしたらその現地のなんとなく見に来た人もいたかもしれないですけど、あとはやっぱ会津若松な温かさというかね、まあ、昨日もご飯を一緒に食べたんですけど、あのいいとこでしたね、うん、はい、ということで、あの下会津若松の皆様本当にありがとうございました、呼んでいただき、また呼んでください。では帰ります。